フラウンホーファー線、フラウンホーファー線は太陽光等の連続した光のスペクトルにおいて所々に生じている暗線のこと。光源から観測地点までの間に存在する様々な物質が特定の波長の光を強く吸収するために生じる。フラウンホーファー線は一連のスペクトルでドイツの物理学者ヨゼフ・フォン・フラウンホーファーの名前に由来する。 太陽光の可視光スペクトルの中に暗線として観測された。1802年、イギリスのウィリアム・ウォーラストンは太陽光のスペクトルの中にいくつかの暗線が存在することを報告した。1814年にフラウンホーファーはウォーラストンとは別に暗線を発見し、系統的な研究を行い、570を超える暗線について波長を計測した。 主要な線に A から K の記号をつけ、弱い線については別の記号をつけた。その後、グスタフ・キルヒホフとロベルトブンゼンによって、それぞれの線が太陽の上層に存在する、いろいろな元素や地球の大気中の酸素などによって吸収された、スペクトルであることが示された。天体物理学において、天体から届く光のスペクトルを観測し、赤型変異による、 フラウンホーファー線のズレを調べることで、その天体と太陽系との距離を推定することができる。また、フラウンホーファー線の有無から、その天体の蘇生を推定することができる。下表に、主なフラウンホーファー線の記号と波長を示す。c f g h 線は、水素のバルマー系列である。d 3線は、高級の光に見られる、吸収線ではなく、 最層の光に見られるヘリウムの発光線であり、1868年8月18日の回帰日食の時ロッキアーによって発見された。ありがとうございます。